専用の鍵がいんのか。鍵ってなんだよ。おい、どこでそんな鍵入手すんだよ。うわ、びっくりした。こわ、ちょっと待って、本当に超怖かったんだけど今。なんかびっくりしてここに逃げ込んじゃったわ。怖え、マジで怖かった。鳥肌やべえって。おい、マジで怖かった。本当にやめて、そういうのホラーゲーが一番苦手なんだよ。あ、マジで怖かったんだけど。やばいって。うわ、あいついるし、これどうやって避けんの、あれ。後ろからついてく感じかな。怖すぎだろ。は？マジでさ、怖。やめてよ、そういうの。ここがエレベーターだ。あ、よかった。あ、怖かった。マジで怖かった。本当にびっくりした。ごめん、超大声出したわ。なになになに、早く行きたいんだけど。はい？あ、行けない、行けない。こっちがけ行けると。何が転がってる？うわ、こいつら絶対起きてくるじゃん。絶対あれ戦闘になるって。やだな。迷いそう。迷うよ、これは。そしてまた魔導兵がいるんだ。もうやだな。ここ早く突破したいな。プロンプトだ。おい、プロンプト、止まれて。おー、びっくりした。おい、もうやめてよ、本当に。ずるいってそれ。それはプロンプト追いかけるよ。なるほど、この辺じゃ起きてくるんだ。おい、マジでもうホラーゲーじゃん、こんな。やだな、これ絶対毎回あるじゃん。毎回起きてくるじゃん。待って待って、プロンプトどこ行った、マジで。この辺はもうじゃ無視して進むし。うわー、いるじゃん。これもうダメなんだっけ。引きずり出される。これ怖すぎだろ、マジで。本当に怖いんだが。避ける。あ、これさ、避けるだと一発で落ちてくれるみたい。避ける。避ける。避ける。めっちゃいるな、お前ら。いけ、オルタナ。あー、なんか捕まった、捕まった。そんなこともあんの？避け。まあ、いいか、もう逃げるか。10メートル。あ、もうここじゃん。あーん。お前らがいるから開かないんだ、もう。避け。避ける。オッケーオッケー。まあ地道にね、やっていくしかない。おりーで、緑になった？ならない。認証できません。は？扉や隠すセキュリティレベルが設定されているカードのレベルを扉に合わせてから解錠しましょう。なんだよそれ。セキュリティレベルを設定する機械がどっかにある。この解錠レベルは1です。ここはさっきと別か。あ、一緒か。あれ、別だね。めんどくさ、これ。これか。鍵のレベル使えそうじゃん。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。なるほど。で、さっきの扉が開くと、で、寝てた兵士が多分これ起きてくると思うんだよね、予想では。違うかな。またいるかな。いそうだよね。もうやだな、このシステム超怖いんだけど。やめてほしいわ。プロンプトだ。でも絶対あれさ、プロンプトじゃないんだよね、きっと。幻なんだよな、あれ。プロンプト。ほら、言わんこっちゃない。やめて、もう怖いから追いかけてこないで。プロンプトを助ける。いつの間にそんなとこ入ったの、プロンプトくん。避ける。終われ終われ終われ、怖いから。おりー。で、ここの鍵は？あ、違うわ。あれ、ガチのプロンプトじゃない、もしかして。え、何、開かないってどういうこと？どうしたらいいの？他の道を探せってこと？おい、マジかよ。あ、こっち行けそうじゃない？うお、びっくりしたね。もう本当に本当に心臓に悪いくらいで怖。もうこのステージ早く抜けたい。なんかプロンプトじゃない気がする。プロンプトかな。
もうなんか飛び出してくるのだけはやめてね、怖いから。振り向いたら違う人でしたみたいな。それだけはやめて。ガチプロンプト？だよね、なんかそう思ったわ。くそ、外れ。外れって何？また最初からかよ。カードキーを更新して上を目指す。はあ、怖すぎ。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。おお、全部開いた。いい仕掛けだったでしょう。友達が死んだかと思ったよね。悪趣味すぎない？それはさすがに。次は本物かもよ。の、間違わなかった？本当に本物じゃなかった？は？いや、さすがにだって魔導兵だったよね、あれは。あれはどういう技術なんだろうね。なんか、プロンプトに見せてる。ノクトにだけなんか作用するものなの、それって。わかんないけどさ。怖すぎな、とにかく。うわー、ほら、やっぱり起きてきたー。怖いって、なるほどね。これ全部やんの？しんど。でも2、3まで上がったんだけど、こっちはまだいけないけど、レベルは書いてないな。このダンジョン作ったやつマジで悪趣味すぎる、本当に。急に脅かす系は良くない。ね。皆さんもそう思いませんか？本当に苦手です。ホラーゲームとか避けてきた人間なんだからさ、ちょっとやめてよ。エレベーターは勝手に動いてくれる。君たちの希望まであと少し。どういうこと？あと少し。もうすぐ手が届く。マジ？中央エレベーターを探しなよ。これでしょ？電源が入っていないかロックされているようだ。そこに大事なものがあるから。で、じゃあ今度はそのエレベーターを起動させると。めんどくせえなマジで。持っている席もうカードキーカードキーカードキーってよ、めんどくせえな。待ってくれよ、死骸がいるぞ。しかも結構デカめの。おいおいおい、あれとやんのかよ。あ、でもレベルはそんな高くない。あれは無視して進もう。え、待って、こっち側じゃない。どうやって降りんだあそこ。クソ、騙された。わあ、怖っ。なるほどね、こういう風にこうちょっとバレないように行けよっていう。うわうわうわ、バレたバレたバレた。危ねえ。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。ちょっと戦えないよ、そんな武器ないんだもんこっちは。あ、間違えた間違えた、絶対に間違えた。ここはアイテムがある。ちょっとあれどうやって。あ、大変大変大変、あぶねー。怖くない？どこ行ったどこ行ったどこ行った、あの死骸。あ、行った行った行った。オッケーオッケー。いや、あれはちょっと見つかりたくないね。で、下に降りる。あそこか。お、ここだ。よっしゃー。一個ずつ進んでいくのか。ちょっとバレずに行こう、バレずに。これがそれか。いける。 OK。 で、さっきのとこに戻ると。いい、めんどくせえな本当に。
よし、これでエレベーターが起動した。よくやったね。これはプレゼントだ。ふざけんなよ。なんだ、絶対死んだじゃん。よく生きてたな、あの高さから落ちて。あーもう希望が見えたと思ったらこうだよ。どうした、何を見つけた。お、ルイブスじゃん。ということはこれが親父の剣。え、でもレイブスは処刑ってこういうこと？ね、処刑場なの落ちたとこって。あ、これもファントムソードの一つなんだ。かっこいいね。結構集まってきたね。これでさっきのさ、さっきの剣で10本目かな。レイブスの仇は俺が取ろう。父王の剣。そうだね、唯一の武器だ。やった、ファントムソード、父王の剣。父王の剣を使って不王、父王使えるようになりました。シフトやコマンド能力はまだ封じられているため、リング魔法と合わせて攻撃することをお勧めします。あ、シフトブレイクとかできないんだね。 OK、 なるほど、わかった。リング魔法のね、この回避の避け方がね、わかった。このめっちゃギリギリで押すと一発で倒せる。強いわ。聖属性の魔法だって言ってたもんね。この辺はファントムソードでいいね。あ、いっぱいいるね、いっぱいいる。 OK、 撃破撃破。うわ、強っ。めっちゃ強いじゃん。ダメージカンストしてたぞ今。かっこいい。気をつけて進んだ方がいいよ。あー、またいんのか。一旦セーブポイントまでダッシュ。よいしょー、間に合った。一旦セーブします。よし、じゃあ続きやっていこう。で、またこの要塞をひたすら抜けていくんだが、え、なになに、毒？確実に毒だよね、それ。ほら、忠告してあげたのに。あ、毒だね。だんだんひどくなってんな。止めねえと。まあでもとりあえず毒ガスに近づくと HP が減少する。換気扇を回せばガスが消える。ふざけんなよ。注意も何もさ、そんな毒ガスはさすがに知らなくない？わかんないよね。まあ、とりあえずここはもう進んでいくしかない。もう無理くりにでも。で、まあ、お前ら無視だよ。もう無視無視無視。どれだ？ん？これか？どこで操作するんだ？ここか。早く攻撃してきて。ういー、なんかタイミングが結構シビーな。いやー、シフト、お、かっこいい今の。シフトブレイク使えないのはちょっとだるいけどな。すまんないな。
もっとギリギリか。オッケー、多分これいったでしょ。なるほどね、結構チキってちゃダメだね。よっしゃ、やっともう終わりに近寄ってきた。終わり、オッケー。で、おまだいんのか、びっくりした。終わった、これで終わった、もういない。あ、もういないね、びっくりしたよマジで。ショップ、へえ、優しい。ショップ置いてくれてんだ。マジか。めっちゃ助かるわ。あ、でも金がねえ。金がねえ。マジか、何も買えねえわ。カードキーのレベルを上げる。解除レベルを4に更新しました。レベル4までの扉の開放に有効です。めんどくせえな。もう起きてくんだよ。何、突撃兵って何すんの。え、何、なんか自爆しそうじゃない。は、何のためにいんのあいつ。いっぱいいるー。すごいすごい、いっぱいいるけどさ、そうね、勝手に自爆してってくれるよね。ぬるくね。おしまーい。まだいんのかーい。暗い、暗くて見にくい、お前らの攻撃が。おお、なになになに、急にそんな行動はしないでおくれ。はい、終わり。仲間がいないと随分頼りないね。いや、そんな言われてもさ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、どんくらいいる敵は。1、2、2体か。2体ならやっちまうか、オルタナ。うい、強、マジ強。先に進む。あそこがやっと終わりだ。本当に長かったぞ。よしよしよし、戻ってきた。これでエレベーターで上に上がる。なんか中入ってそうじゃね。うわー、強そうなやつ来たー。フォラス。でもギリギリで攻撃当てればまあまあダメージを与えられそう。攻撃を見切る必要がある。あ、これはちょっとね、チキったな今。あー、読めねえ、読めねえ攻撃が。ギリギリ、うお、何それ、闇に紛れるみたいな、かっこよくない。そうでもなかったわ。惜しい、惜しいね、今のタイミングが近かった。こうだね、 OK。 6000か、与えられて。タイミングが分からんけど、もうちょいもうちょい近寄って。あー、むずい。ポーション、あれ今のタイミングダメか。ん、なんか爆発すんだ後で。だるいねそれ。闇に紛れてくるけど、エレベーターが到着しました。いってー。あっ、めっちゃ食らうじゃん。何、倒せない設定になってんのかなあれ。まあいいや、乗ってみる。あ、あいつは倒さなくていいんだね、よかった。ちょっとあれはしんどかったな。でこっちで合ってるの。はい、マジめんどくせえな。で、電源はどれだ？これか。これで少しはマシか。ほら！って言ってもまあそんなに現状変わんないんだよね。いった、なになになに、今度は何？急にいるじゃん。そんな闇夜に紛れて襲ってくんの？怖くない？